俳優の松山健一38が4日までに自身のインタグラムを更新 NHK 大河ドラマどうする家康で身が演じる本田正信の供養墓を訪れたこと報告した本田正信の供養墓と僕と書き出す墓の隣にしゃがむ自身の姿をアップ愛知県城市に来ました本田正信のお墓は正式には使っていないようですが 本生寺には供養があります。本田正信はなぜ墓がないのか。僕、思い描いている本田正信も墓に入らない人、したと記した。また、トークショー会場の控えには、梨の差し入れをいただきました。秋月目焼くちゃうまいです。暑い体に染み渡りま。ごちそうさまでした。ありがとうございましたと、ずると、トークショーの画像も投稿した。 松山投稿にフォロワーからは松健さんの人柄「好き」「トークショー」「楽しかったです」などといった反響が寄せられている。